アメリカの民間調査機関コンファレンスボードが発表した9月の消費者信頼感指数は98.7と前の月から6.9ポイント低下しました市場予想を下回り低下幅は2021年8月以来最大となりました現状を示す指数と先行きを示す期待指数が揃って低下しました発表元は労働市場に対する懸念が反映されたと指摘しています